どうも皆さん、こんにちは、ございます。本日はユニクロの2023年夏の新作を一気に買ったので、そちらを皆さんにご紹介したいと思います。皆さん、夏服買ってますか？今もね、もうどん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 ブランドが夏服をリリースしていって、人気のアイテムは夏が来る前にですね、完売してしまうので、早めにゲットしておいた方がいい。そんな中で今回ユニクロからも、あ、これめちゃくちゃいいじゃんって思えるような、そんなアイテムがあったので、そちらを今日皆さんにご紹介したいと思います。で、さらにアイテムの良さだけではなく、どのように合わせていくのがいいのかということもスタイリング提案していきたいと思います。じゃあ早速行ってみよう。サバタイム。ということで、本日はユニクロ2023年夏の購入品レビューを行っていきたいと思います。ちょっと前に GU の購入品などもアップしてますので、ぜひそちらの動画も下の概要欄にリンク貼っておくので、まだご覧になってない方はぜひ合わせてご覧ください。ということで、まずはじめに、僕あんまり買ってこなかったんですけど、今年このグラフィックだったら、このデザインだったらありだよねっていう UT の T シャツがね、結構リリースされていたので、そちらを今日皆さんに5点ご紹介したいと思います。UT といえば、様々有名なキャラクターだったりとか、映画だったりとか、アニメーションだったりとか、あとはグラフィックのデザイナーさんとか、海外のアーティストとコラボした形で T シャツのグラフィックに落とし込んでいるんですが、今までの僕の印象だと、さすがに UT 金額も安いし、どのね、ユニクロのショップにも売られているし、オンラインでもね、明日着とかでもできるので、手軽に購入できるとはいえですね、結構派手で使いづらいね、グラフィックの T シャツがかなり多い印象で、あまり僕は意識しなくていいかなっていう印象だったんですよ。なんですけど、例えばこの胸元にちょこんとグリーンのね、刺繍が乗っかっただけのデザインだったりとか、遠目で見たら視力悪い人だったら柄がほとんど見えないぐらいのさりげない柄だったりとか、結構ね、マリオとか書いてあると、それだけでね、5色6色とあるんですけども、2色だけとか、胸元にちょこんと英字でね、プリントされてるだけとか、がっつりプリントされていたとしても背中に反映されてるっていうものだったりとか、 UT は UT でも探せば価格わずか1500円でグラフィックの、ね、T シャツが楽しめる。で、しかも全部ではないっぽいんですけども、中には購入した金額の利益全額が平和を希求する UT、 利益の全額は貧困、差別、暴力、紛争、戦争の抑止のために活動する団体へ寄付されますという素敵なプロジェクトが発足されてるわけですよ。なんでね、インラインの例えば1500円台で売られている T シャツに比べたら、圧倒的に T シャツ自体の質は劣るわけですよ。胸元の縫製だったりとか、あと素材感も割とペラいものが多いんですが、とはいえね、ペラさと代償に程よいプリントなどがされているので、夏の終わり頃とかにね、無地の T シャツ飽きてきたなーなんていう時に、わずかね、価格も1500円でロゴ T が楽しめるっていうところは、例えば古着屋さんでさ、5000円ぐらいでさ、ロゴ T とか売られてるじゃないですか。で、もちろんそれが好きなバン T とかだったらいいんですけども、特段好きじゃないけど5000円ぐらいで安く感じたから買ってみたんだっていう方は、いやいやいや、ユニクロであれば1500円だぜっていう値段の圧倒的な差があるので、今後のね、UT の様々なバリエーションに期待かなという感じでございます。で、柄に関しては人によってね、結構好き嫌い変わると思うので、オンライン上でね、数多くの種類が出てるので、ぜひそちらをご覧いただいた上で、キャラクターが使われていないことと、さらにはプリントが2色以内であること、で、2色以内だとしてもその色味が絶対的に派手じゃないこと、そして面積が大きすぎないことっていうところを意識しながら購入を進めてみてください。で、僕が今回購入した5つの T シャツはこちらとなっています。ご覧いただきありがとうございます。すべてですね、 XL サイズで購入しました。中には 2XL ぐらいで買いたかったなってものも、オンライン上だったら既に完売しているものだったりとかがあったんで、 XL で全て統一して購入しました。全部買ったとしても金額7500円なので、高すぎることはないのかなと思います、この5着で。そんな感じでございます。続いて
がこちらエアリズムコットンオーバーサイズボーダークルーネックティー。結構ねもうすでに話題なんですけども、めちゃくちゃ人気なエアリズムコットンオーバーサイズティーになんと柄物がリリースされたんですね。4色展開ぐらいだったんですけども、僕が今回一番いいなと思ったのがこちらのブラックというカラーですね。ブラックではあるんですけども、ブラックと同時にあるのがブラウンのねボーダーで、全体的にはもうダークブラウンのような印象で着れる T シャツとなっております。早速着ていきましょう。それがこちら。はい、ということで着てみました。いかがでしょうか。着心地に関しては、肌がね、接地する部分に関しては、エアリズム素材の非常に涼しくね、接触冷感のある暑い夏にさらっと着ていけるシャツに対して、3、4年前とかは、エアリズム素材って聞くと、インナー専用の素材感としてなんか知れ渡っていたと思うんですけども、こちらのエアリズムコットンであれば、表はですね、コットンの肌触りで着用することができるので、バランスの取れた、優れたアイテムでございます。で、それがですね、ちょっとダークブラウン見えする、細いマジで寄ったとしてもあんまり分からないぐらいの細いボーダーなので、言ったらですねボーダーを楽しみたいからこちらのトップスを購入し着用するっていうのはちょっと間違いだと思うんですね。だって正直超寄らないとボーダーって分からないから、肉眼でも寄っ払ってたら多分分かんないと思うんですよ。なのでがっついたねボーダー楽しみたいのであればこんな感じで、遠くから見てもギリボーダーって分かるぐらいのトップスの方がねボーダー着てるっていうのが感じられると思うんですが、逆にボーダーを着たいわけじゃないんだと、でも無地を着たいわけじゃないんだとっていうね、わがままの欲求に応えてくれるのがこちらのトップスからというふうに思います。全身でご覧いただくとこんな感じで、もうマジでわかんないよね。から無地でもなくボーダーを着たいわけでもない、そんな方にお勧めしたいアイテムでございます。確認するとこんな感じですね。いかがでしょうか。こちらがね価格変わらず1990円で買えるので、さっきのビューティーの素材に比べたらもう3倍ぐらい素材いいです。それぐらい体感としては着用の満足度は高いんですが、視覚的にねちゃんとロゴがあった方が着てて楽しいなという方は先ほどUT の5種類の中から選ぶのがいいんじゃないかなというふうに思います。先ほどのね UT の時に説明をくれたんですけども、この撮影してる日にちがですね4月28日なので、その時点で販売されている UT の中から僕がいいなと思ったのとみんなにお勧めできるなと思った5種類を買ったので、翌週再来週とね UT のリリースもねまだまだありそうなので、ぜひね UT の T シャツを追っていくのもありなんじゃないかなと思います。ちなみにねこちらのウール2年のリドムのパンツが最新情報だとおそらく夏のですね途中頃には完売してしまう枚数なので、早めに綺麗なこのリネンパンツゲットしていきたいんだよなって方、下の概要欄にリンク掲載しておきますのでよかったらチェックしてみてください。続いての購入品ご覧いただきたいと思います。それはこちら。はい、ということでこちらリネンコットンスタンドカラーシャツ 53% 麻 47% コットンの非常にこうバランスの取れたシャツでございます。このねシャツが世の中にあるシャツの中で一番おすすめなのかっていうとそうではないんですが、ただし今ユニクロで販売されている半袖シャツって例えばオープンカラーシャツとかね売られてるんですけども、オープンカラーシャツは正直トレンドダウンしてきたと。でそんな中でじゃあ何買うのって言うとね、今までユニクロのリネン素材のシャツって正直着れるもんじゃない感じがあったんですよ。5、6年ぐらい前の印象なんですけど、なんですけど去年ぐらいからね長袖のリネンシャツをね紹介してきたように、結構リネンをね扱った素材のクオリティがねかなり上がってきた印象なんですね。でそうした中でこちら色味のね名前としてはナチュラルなんですが、白でもなくベージュでもなく絶妙なクリーンな色味で今回リリースされていたので、このねシャツ以上に例えば後日ねリドムからリリースされる新作のシャツなんですけども、スキッパーシャツだったりとかシアーシャツだったりと1枚で着てはいかっこいいっていうねシャツも世の中いろいろあるんですが、とはいえユニクロの中では清潔感もあり、そして夏らしい非常に清涼感ある感じだったりとか、真っ白でもなくナチュラルなカラーがね非常に絶妙でいいなと思ったんですよね。ただ真面目なね硬派な印象のあるシャツなので、僕はね個人的には締めるのではなくてね、今なんで締めたんだよって話かもしれないけど、締めるのではなく開けた状態にして、締めるとしても第3ボタンぐらいまでガッツリ開けて、ちょっと肩抜かしてここら辺なんかクシュクシュして胸元にちょっとアクセサリー足して、手首周りにアクセサリーも足してベルトなんか垂らしちゃってサンダルなんか履いちゃってっていう、そういったかなりね真面目に見えるシャツなので、シャツ以外はちょっと真面目じゃない感じっていうのを作り上げていくとですね、かなりバランスの取れたおしゃれで快適な清潔感のある購入が完成しますっていうシャツがですね、なんと価格2990円でリリースされてたので、タンクトップとかと合わせるとより清涼感が増す、そんなアイテムだと思います。ぜひですねリゾート地とかに遊びに行くとか冬時なんかねより向いているようなそんなシャツでしたので、下の概要欄にリンク貼っておきます。
のでよかったらチェックしてみてください。僕は 175cm で L サイズを購入してます。 M サイズとかだとちょっと硬くなりすぎちゃうかなと思ったんで L サイズにしました。はい、でそんなシャツをオリーブも購入しました。こちらもですね 175cm で L サイズを着用してます。こちらもね非常に清涼感のあるがっつりとしたグリーンじゃなく淡いねグリーンなので10代の方とかが着用してるイメージというよりかは20後半とか30代の方が夏にね着用して綺麗にかっこよく清潔感があるコーディネートが出来上がる、そんなアイテムだなというふうに思いました。例えばタンクトップとかと合わせていくとかなりより清潔感が増すんじゃないでしょうか。それがこちらガンということで胸元が開いたことによってより清涼感もあり、風がなびいた時にあまりここら辺の脇で見えないと思うんですけども、さらっとね気持ちよく夏を過ごすことができる、そんなシャツですね。急いで買わなきゃいけないのかというと10点満点中 6.9 ぐらい、悪くはないよね。一つの選択肢としてなくはないけど他にも選択肢を全然持っててもいいんじゃないかなというふうに思えるようなそんなシャツでございました。最後の購入品ご覧いただきたいと思います。それがこちら。はい、ということでぜひですね聞き流す程度に聞いてほしいそんな購入品なんですが、なんとですねユニクロで夏のカーゴパンツがリリースされていたんですね。それがレディースで非常に素材感も夏に履いたらね軽くて薄いってね夏以外だったらだからもうディス用語に聞こえると思うんだけども、こっちはコットンナイロン素材なんですが、真夏を想像した時に清涼感ある軽い質感、そして薄い素材感が蒸れることなく非常に涼しく快適に履けるパンツとなってるんですね。でそれをですね僕はレディースで XL で買いました。ただ値段としては意外にも高くですね3,990円で、ウエストもですねベルトループはなく、そしてレディースのパンツなんで社会の窓はあるあるドッキリで構造だけあって、実際は中身ねファスナーとかも何もなくてですね、後ろのポケットも2つじゃなくて1つだけなので割と機能面的には乏しいところがあります。 GU とかだったらね2,990円ぐらいでカーゴパンツだったりねパラシュートパンツが売られているので、値段だけ考えて機能面的なこと考えると GU の方が良かったりするのかなとか、あとは4000円ぐらいって考えたらビームのね6600円のドレープカーゴの方が圧倒的にね着用した時の満足度とかは高いのかなというふうに思いました。ただユニクロでこの手のカーゴパンツが買えるのは非常に珍しいなと思ったんで購入し皆さんにレビューさせていただきました。ただね良さとしてあるのは本当にメンズで販売されているデニムだったりとかドライ EX シリーズ系のねパンツとかを除いたらかなり清涼感のある夏のね涼しく履けるパンツなので、そういった涼しく履けてちょっとファッション的なトレンド的なねカーゴパンツの大きめのねポケットが反映されたものでユニクロで何か購入したいんだという場合はこちらのパンツおすすめでございますので、下の概要欄にリンク貼っておきますのでこちらもチェックしてみてください。ということで今回はですね UT シリーズ、そしてエアリズムコットンオーバーサイズティー、そしてリネンシャツ、そしてウィメンズのカーゴパンツをですね皆さんにご紹介させていただきました。今回の動画が少しでも参考になったりいいなと思っていただけたらぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上現状の動画でした。ありがとうございました。